王子詔書は、イングランド王国政府の、そして1707年以降のイギリス政府の伝統的官職である。国王の御事の管理、及びそれに関連する行政事務を司る。現在は、イギリスの内閣の閣僚である。元来は、プリビシールの名前の通り、君主の私的な印象を管理する役職であった。これに対し、1873年までは、 国事は大法官が兼任する国事証書が管理していた。現在の王子証書はイギリス政府で最も古い役職の一つではあるが、実務上の職責を持っておらず、事実上の無人諸大臣である。その官職不りのため、エドワード・ヒースはアーネスト・ベビンから王子証書は有力者でもトイレでもなければ、アザラシでもない役職と告評されている。ただし、 1873年に、それまでの国事証書の制度自体が廃止され、王子証書が王子と国事の両方を管理することとなった。だが官職といっても軽んじられるわけでもなく、国務大官としての序列は、大華霊、大宝官、大倉卿、水密院議長に次ぐ5番目である。また、近年は、水密院議長と大になって、貴族院、または、 庶民院の院内総務の役割を担うことが多い。マーガレット・サッチャー首相の任期の終わり頃から、王子少女はしばしば貴族院議長か庶民院議長が任命されている。2003年からは、庶民院院内総務との兼任が関連となり、2014年からは、貴族院院内総務が兼任している。ありがとうございます。